はい、先生です。生きることすらもう運次第みたいなね。まあ、仕事にありつけるかどうかももう運じゃんね。選ばんければいくらでも仕事があるとかさ、割とさ、ネットのやつらってすげえ無責任なのよ。ネットのやつらの言葉に振り回されたらあかんっていうかよ。そんなことねえでっていうか、仕事なんか選ばんでもいいならいくらでもあるってさ、それどんなんやっていうかさ、そいつらが有利な立場でね、言い放っとるだけの言葉っていうかさ、思いつきっていうか、その人のさ、仕事がない人のためにね、こんな仕事があるよとかさ、この求人どうっていう風で言ってあげとるんやったらね、紹介してあげとるんやったら責任は持っとるんやけど、この3つの職種から求人内容も安定しとるし、生活も再建できるでどうとかって言ってあげとるんだったらさ、まともやけど、仕事なんか選ばんければいくらでもあるだろうとかってさ、その言葉そのものにさ、困っとる人のために責任を持ってないじゃんね。お前らで勝手に何とかしろって言っとるっていうかさ、一番貧乏くじを引けっていうのを言い放っとるだけっていうかね、本当にね、有利な立場から言い放っとる言葉っていうかさ、当然そうなると、求人っていうのはさ、人気のない職業とかね、そういうものが、回ってくるわけよ。こう、椅子取りゲームになっとることになるからね。職業を選ばずに、職業の空きがね、人が選ばんような仕事っていうのは割と危険やったりね。職場環境が、環境が何とも言えんようなね、誰からも逃げるっていうかさ、そういうのが回ってくるっていうところなんやけど、そういうところにね、また環境が変えれる状態になっとればさ、いいんやけど、そんなことはないっていうかさ、むしろやらん方が身を守るためになっとるっていうかね。んでも社会を回すためには、そういうね、なかなか大変な職場にさ、つく人んたがおる方が社会は回るんやけど、なんとも言えんな。仕事がないっていう人んたにさ、それを押し付けるっていうのは、ちょっと俺は、いい案っていうかさ、とは思えんっていうかね、人がやりたくない仕事を、仕事がない人間のやつらにね、押し付けるって、それ押し付けただけやろっていうかさ、お前がやれよって感じやけどね。まあ、そういう、なんていうかな、ニュースではないんだけど、ちょっとね、本当にちらっと偶然見つけたニュースでね、長雨があったじゃないですか。しばらくずっと雨、雨、雨って。その時にね、高速道路で、長雨とか雨の関係でね、事故があったところに、大型車両のトラックがね、突っ込んで、で、た、
事故に事故が発生した結果、さうわ電池がもうないんでちょっと手短に話しますけども、大型ドライバーの方がね、亡くなりになったっていうニュースをちらっと見たのよ、ニュースの放送で。自分が住んどる地域のあの高速道路の事故でね、多重事故 でその事故ってさ、あの防げん場合もあるし防げる場合もあるんやけど、その亡くなった方のね、年齢が26歳やったんよ。だからあまりに短すぎる一生やったなっていうかさ、俺よりも全然ね将来性の高い人が、物流が悪いって言っとるわけじゃないけど、その事故ってさ避けれん事故もあるし、当然もう多重でね、もうなんていうのかな、仕事がいっぱい詰まっとってさ、もうその人に負担がいっちゃっとる可能性も、紐を解いていくとね、事故が起きるまでの過程を見るとね、すごい仕事量の負担を背負っとった人かもしれん、やもんで、なんていうかな、低速で走るわけにもいかんっていう状態から事故が起きるっていう可能性もあるしね。事故の後ろの前方なんて見えるわけがないっていうかさ、ニュースの一文じゃあね、高速道路で雨で起きとった事故に後ろから突っ込んだ大型車両で、たまたまその運転手が26歳やったっていうだけの話をちらっと見ただけやけどさ、社会を回すためにはさ、みんながやりたくないとかさ、過酷とかっていう職業に仕事がない人がついてくれた方が、それは社会がさ、誰かが社会をね、回さなあかんから、その仕事がない人がそういう仕事をやってくれた方が、それは社会は回るとは思うけど、そのみんながやりたくない仕事って負担が大きい仕事やからね、最悪の場合命も落とすっていうかさ、それが物流とは言わんけど、でもどう考えても物流もその一つに入るとは思うんやってね。ネット取引ってのも多いし、ネットショッピングってのも多いしね。で、コロナやったら自宅で歩かんっていう風になったらね、欲しいものは届けさせればいいっていう風に考えたらさ、配達料の商品の量も増えるでね。当然物流ってさ、私たちの生活になくてはならんっていう人んたがね、それだけじゃないやろうけど、近所の人来たな、なんとも言えんっていうし、今って仕事がないって言っとる人んたに紹介する仕事をさ、人がやりたくない仕事を、それって人に嫌なことを押し付けとるだけじゃないのかって思うね。その結果さ、そのもともとね志があって目指しとる人んたとさ、仕方なくやった人んたとでさ、またね出る結果が見えとるっていうかね、いや、その人のたが嫌な思いするだけやないのかっていう、そうじゃないかもしれんけどね、意外にやってみたら自分に合っとったっていうこともあるで、俺の意見のように全部が悪い方向に転がるっていうことはないと思うけどさ、その社会を回すのにね、誰かにやらせるってどうなんやっていうね、そうやって苦労してくれとる人たのおかげで俺の生活も成り立っとんのっていうのも事実やしね、まともなのかっていうかさ、
そういう言葉をさ、みんそれや仕事がなければ選ばんければいくらでもあるっていう、本来やったら、理想やったらね、理想論やったらやりたいことをやれるっていうさ、あのやりたい職業につけるっていうことが一番本来はさ、理想でしょ。その人のやりたいところに行くってことは適材適所とかさ、あの願いが叶ったっていうことやもんね。俺は願いが叶うっていうかさ、理想が叶う社会を目指すべきっていうかね、まあ全部理想論やね、はでそんな甘くねえぞっていう風でね、そうな気もするけどさ、それを今ね、仕事がない人のために軽々しくさ、あの仕事がなければ選ばなければさ、いいっていうのはさ、あの嫌な仕事を人に押し付けとるだけっていうかね。だからみんながやりたくない仕事の人のために高い所得がね、あの回ってきて、人以上にね、チャンスをつかみやすいっていう社会構造を作り上げとったら、また俺は話は違うんやけど、きつい汚い危険っていうな、そういうものを人に押し付けるものはいかがなものかっていうね。ただね、俺ね、こういうものはね、民間では逆に難しいと思う。社会を大きくさ変えていくのは政治やと思うしね。民間はそりゃビジネスやもんでさ、人を踏み抜いた上になり、勝ち上がるっていうか競争社会やからね、弱者を、勝者を生み出すけど、競争社会っていうのは必ず勝者も生み出すけど敗者も生み出すんでね、それを延々と繰り返しとるだけっていうかさ、それを是正するのが政治やでね、そういうことをやってくれる、なんとかするっていうさ、それが政治なり社会でしょっていうのをさ、なんか根底からね、ぶっ壊してくるのが自民党、全部が憎き自民党になっちゃってるけど、まあその通りない。俺は自民党を肯定することはないから。だからさ、なんていうかな、ネットの言葉もものすごい、差別的っていうかね、暴力的やから、ネットのさ、惑わすようなね、言葉に惑わされたらならんっていうかさ、かといって生活支援が今んとこないでね、早くね、救いのあるね、社会をなんとかね、みんなで作れるようにね、まあ、チャンスはありますから、選挙で。そういう思いでね、ちょっと考えることがありましたってことで、動画を終えたいと思います。ありがとうございました。